皆の者、こんにちは。じゃわしが徳川家康と服部半蔵忍者隊が統領、鬼の半蔵こと服部半蔵正成じゃ。はあ、さあこたびはここ名古屋城からお届けしとるけども、我ら日々名古屋城にて活動しておるわけなんじゃけども、こたびはまあ我ら忍びが忍術を伝授いたそうと思う。その忍術の中でも体術して身を守る体術をお主らに簡単に教えようと思うでな。ぜひチャンネルはそのままで。ということで、こたびは手首を掴まれた時の対処法といたして皆に説明するわけなんじゃけども、こたびはこちら三平に手伝ってもらおうとする。それでは三平、まずわしのこの手首を右手で掴んでくれるか。右手で掴む。さよう。わっと、わっと、このように掴まれておる時にこのように引っ張っても相手は力が強いゆえに引き離せんので、そこでどのように簡単に引き剥がすかというのを掴んどってくれるか。この自分の手の甲を相手の手の甲の方に持ってくるような想像で手首を返す。さすれば相手はわしの手を握っておればおるほどこのように体勢を崩す。であとはトーンと背中を押せば、まあ、相手の体勢を崩し逃げることができるわな。じゃあ逆手そちら、はい、さよ。こちらも同じ、この自分の手の甲を相手の甲をめがけてこのように、うん、自分の肩から回すとまた効果的。このようにグッ、うん、体勢が崩れん、相手が手を離したとしても手をほどけるゆえにその間に逃げたり、まああまり攻撃はせん方がいいぞ、攻撃はせん方がいいけども、このように相手をひるます、ひるますこともできるわな。おお、三平、ちょうどいいとこあった。どうされましたか。今からのちょっと戦場があるもんでな、ちょっと手伝ってくれんのか。あ、先生ちょっとこれから あちらに。あ、どうした。川屋に行きたいことがありまする。川屋行きたい。川屋に行きたいです。いや、後で今も戦場があるから。いや、ちょっと待ってくださいませ。ええー、って。いや、やはり川屋、もう時間がないんじゃ。大丈夫。川屋が優先だて。さあということで、まあ、このように護身術を皆に習ってもらったわけなんだけども、護身術は戦うためではなくて、まあもう逃げる、これが一番の護身術だからな。決して無駄に使わんこと、また名古屋城に遊びに来てほしいのと、今後もこのようにな動画をなまた上げてくれな。ぜひチャンネル登録よろしくお頼みます。